イエース不動産の鬼まむしこのさしげみですさてそろそろ本編が始まってまいりました不動産投資の購入編購入が一番大切なんです購入が一番大切なんですねもう買った時に決まってしまうので買うまでは全部自分に自由があります選ぶ自由ね交渉する自由買ったあとは義務が残りますローンを払う義務そしてえ住んでいただいている方に幸せに え住んでいただくそういう義務、そういったものが発生してきます。そして不動産の特徴の一つに買った後にはもう変わりません。その物件、場所も変わらないし、部屋も間取りも変わらないし、ねあのその後あの変わるところはですね、こういうところ変えていけばいいですよっていうのはのちょうどお伝えいたします。例えば Wi-Fi 無料とかですね、そういうのある物件どうですか？そういうのある物件はみんな住みたいですよね。えー、例えば。 あの宅配ボックスがある家と宅配ボックスがない物件同じ値段だったらどっちるみたいですかじゃあ宅配ボックスをつけたらどのくらいの投資がかかるんですかほとんどかからないんですそういったことをすることによって選ばれる物件になって満室になるんですねその地域でその地域の周りの方がやっていないことをほぼただの投資でやってそうするとそのぶ中古地方にはそういう物件がないわけですからあなたの物件が選ばれるわけです まあそういったようなことは後ほどお伝えするとして、この後の動画を見ていく、また実習していただきます、実習していくにあたって、まずはこれを理解していかないと、大きなところですね、時系列の順番で私、説明しません。まず大きなところから全体像とかここだけ押さえておいてねっていうところを喋って、その後にだんだん細かい、戻ったりしてですね、そういった内容を説明していきます。そうしないとですね、時系列でやっていくと、 なんでその話してんのかなってわからないまま細かい話を聞くことになったりしたら大変ですよね。ということで、まずは大きくざっくり、そして大きなざっくりとした宿題、課題をやってもらいます。で、それをやったら、 まあやんなくてもね、次見てもいいんですけど、や,やった上で見ないと、多分、言ってることの意味が分かりにくいというか、分かんないというか、なんで言ってんだろう、ふーん、で終わっちゃうんですね。なるほどってならないわけです。だから、この上から順番に見てって、上から順番にやっていくのがおすすめです。ということですね、まずは購入編。購入編、何が一番大切でしたかここまで学んだことでね、もう一回まとめたり、あたったに言うこともありますよ。一番大切なのは、そうです。安く買うことです。 安く買うっていうのはこれはあのまあ株とかまあ何でもそうですけど投資の上で元本割れしないってことですねあのみんな貯金が大好きなのはあの貯金元本割れしなさそうに見えてますよね、まあ、実際は為替とかねあのインフレとかであの元本割れしてたりするんですけれどもあの要は1000万円預けたら1000万円は確実に残っていて残り利子がついたりなんかちょっと増えたりしているっていう、まあ、減らないっていうのがこれが元本割れしないってことですよね。 そうなんですでも不動産怖いねって地方なんか買いたくないねっていうのはそれ元本割れしてるからですね元本割れしてるんじゃないんですあなたが本来の価値よりも高く買ってるだけなんですね高く買って売るときに本来の価値で売ってるからあの元本割れしたってことなんですよもし例えばあの1億円の物件を8000万円で売ったら2000万円元本割れしてますよねじゃあその2000万円をインカムゲインつまり家賃で稼ぐのに何年かかるんですか まあ大体ざっくりそうですね、物件の規模にもよりますけど、5年くらいかかるかもしれませんね。だから、5年間は、自分が元本割りした分を稼いでるんですよ、それ、もったいなくないですかだから、元本割りしないっていうのがまず前提なんです、つまりそれは安く買う、相場よりも安く買う、もっと正確に言うと、その物件の稼ぐ力に見合った金額、つまりその物件のえ能力、その物件の適正な価値で買うってことなんですね。 で適正な価値で買うってうことは何も安く買いたたいてるってことじゃないんです。あのその売り主によってもうこんそんな値段で売ったらね私は死んでしまいますよっていう人はそれを売らないんでそういう人はからは買わなければいつどうせ売らないので、ね、あのそんな値段で売ったらローン返せないんですっていう方は売らないんです。 でじゃあ売る人はどういう人なのかもうその物件から完全に利益を回収し終わっている人ですねそれかどうしても早く売って現金化したい人現金化したい人から買うわけですからそれはその人に対する貢献をしていることになりますよね。いいことをしてるんです つまり、売買が成立するっていうのは常に投下交換なんで、相手の,その金額とか早く売りたいとか、いろんな価値と合わさって、それが投下になったときに売買が成立するので、別に買い叩いてるという意識を持つ必要はありません。むしろ安く買うことによって、相手に対してもね貢献してるんだ。相続で早くやらないと、相続で払えないんですっていう人に対して買うっていうことは、適正な金額で買うってことは、相手に対する貢献ですよね。それとか、どうしてもね、今あの自分が元気なうちに物件を からに集中していいきたいんだっていうそういうフェーズの方もいらっしゃるのでそういうフェーズの方にそういうチャンスをああのやあの与えることによって自分と相手でウィンウィンになるこれもう0日交換ですよねいいことですね。ということで自分が勝つためには。 そうですねまず最初に、ね、相手に勝たせてもあの自分が勝ってないとどうしようもないのでまず自分のウィーンを取りに行きましょう自分のウィンがと取れた上で相手のウィンがあの定義されてそのお互いウィィンになれば売買成立ということでこれはあの紛れもない交換あの投下交換なので安く買うことに対して抵抗を持たなくていいですでどうしてもそれができないという方はそれを売らないわけですから大丈夫ですそしてそんな物件は何十万件もあるのでその中で自分がこれは勝てる。 これはこの値段だったら買ってもいいそして相手も売ってほしい売りたいと思っているそういう物件に巡り合うというただそれだけなんですね。でその巡り合う確率がものすごい、ね、ふ普通にぶわっと探してたら、まあ、あのなかなか巡り合えないかもしれないですけどその確率を高める方法とかですねそういったノウハウについてこの動画の中で説明していきたいと思います。はい 一番重要なことは何ですかそうです。安く買うことです。それはつまり、元本割れしないってことなんですね。つまり、自分が1億円で買ったら、その1億円で売れるっていうのが分かってるときだけ1億円で買うってことですね。5年後、まあ、10年後に売るとかでもいいですよ。5年後に売るときに1億円で売れる。まあ、これ、簡単といえば簡単なんですよ。なんでかっていうと、空室率50%の物件を買って、 ね、それを自分が満室にして売ったらあの大体そのくらいというかむしろ値段が上がっちゃいますよね、カードの時の。満室の、同じ物件でも満室の物件と空室率50%の物件だったらあの皆さん、どっちが欲しいと思いますかそれはそうですね、満室の方欲しいと思いますよね。ということは、多くの人が欲しいと思うということは値段が上がっているということなのでもう逆に言うと、多くの人が欲しくないと思うということは値段が下がっている。 なのに物件自体の物件自体のですよ満室とか空室とかじゃなくて物件自体の価値は変わらないんです。物件自体の価値が変わらないのに自分がちょっとねバリューアップしてやったらこう良くなるのに物件自体の価値が変わらないのに安くなったり高くなったりしてるっていうことですね。ここがポイントなんです。だから物件自体の値段は変わらないのにその物件に見合う適正金額で買えばいい。むしろそれもや安く買えたらすごいですけどね。まあなかなかそういう 金額では買うことはできませんけれども、それでも定価で買ってたらいけない。ねスーパー行って卵を買うのとは違うんですから、定価で買ってはいけません。安く買う。安くっていうのは自分が売るときよりも安く買う。でそれよりも自分がこのくらいの金額だったら、勝てるという、まあ、それはあの後でエクセルのシートとかでね、自分であの計算してください。こう、こんくらい入ってくると全部計算できますんで、それでね、あの6ヶ月後に、まあ、 あの満室になるんだったらこれくらい入るうわすごいなんだこの利回りアっていうそういう計算がね自分でできるようにこの講座を見ていくとなりますんでまあ,あのこれ初回の動画なんでねあのちょっと多めに語ってますけれども最初言いたいことはこの3つです原理原則安くはい安く買うためにはどういう条件2つ条件がありました、ね、この2つの条件を満たしていたら安く買えるんでしたねはいそれは1自分以外に競争相手がいないってことです そうですよね。だって自分が7000万円で買います !7000 万円だって買いますって言ってるのに、あね、誰か競争相手がいて、いよいやよ、の定価で買いますけどっていう人が1人でもいたら絶対に安く買えないですよね。それか、あのいや私、8000万円で買いますっていう人がいたら買いませんよね。それに、向こうは例えば1億円で売ってるもの7000万円で買いますっていう人がやってきたら、なんだこの野郎って、まずちょっとイラ,イラっときますよね。でも うんまあ、この人しかいないし、ね、大体最初断られたとしても3か月後くらいにねあのすみません7000万円じゃダメなんですけど、まあ、8000万円でだったら売りたいって売り主が言ってるんですけどどうですかみたいなそんな連絡が来たりするわけです。でその時に うーん8000万円でもねいいんだけど、これ欲張りすぎてたらねずっと買いませんので、いいやいや私は1000万円で触らないと買いませんとかって言ってたらこれずっと買いませんからね、それぞれやっぱりその物件の稼ぐ力の適切な金額っていうのはあ,のあるんですよ。でそれよりもまあ安く買えたらいいですけど、それあんまり高望みばっかりしてたら結局買えませんので、まあ私はまあ7、8割の満足でねあの購入してまあ1軒目はそんなんでいいと思いますけど、まあ,あの当然安く買えた方が2軒目も買いやすいので、ああのまあその。 妥当な線っていうのを自分でこう見ていけばねだんだん相場とかもつかめて分かるようになりますんであので自分でそれを見極めるつまり自分が必ず勝てるという確信が得られるところに成長していってください。で自分以外に相手がいたらだめなわけです。ということはみんなが欲しくない物件ってことになりませんかそうなんです欲しくない物件で本当にダメな物件もありますけどねすべての物件に対して値段が規定できるんです。 ね、この物件はダメだって思ってもそれは1億円だからダメなんだってあって同じ物件が5000万円で売ってたらこれ絶対勝てるって思いますよねだってローンもまあ単純計算で半分になりますじゃん単純計算で半分になるってことはもう損益分岐点ぐわっと下がるってことですよね損益分岐点下がるってことは空室率50%でもうもうすでに利益出てるじゃんみたいになるわけですよでももっと言うと10部屋中2部屋 空室じゃないあの2部屋しかお客さんが入ってなくてもああトントンだなってそしてこれがあのまあ,あの半分くらいにはねなりますし、まあ、すぐあのこれからお伝えする方法をやればあの適正に周辺を見積もってですねあのやればあの周りもみんなそういう風にやってたらダメなんですけどもねあのそ,ういうそこにない価値を自分だけがけ提供できているような状態になれば、まあ、これ簡単になれますそしたらあの、まあ、半年で、まあ、満室になります、まあ、そこのやり方は後ほどお伝えしますけれども とということで自分以外に競争相手ないしこれはあの物件を見たり探してれば分かりますわこれ人気ねえな自分以外にいないだろうなただ電話かけるとこうですよ向こうはああこの物件人気の物件なので早く申し込み入れないとあの埋まってしまいますので早くしてくださいこれあの大体言ってきますんで、ね、なあそうなんですかって聞きながら、ね、あの自分の,あの書類を見たり。 していくわけです。まあ、順番は申し込みを入れるあの情,報情報を手に入れる書類を手に入れる、えー、検討するで現地を見に行くかどうか決めて現地を見に行くんだったら内見して内見してよかったら買い付け、えー、差し値を入れる差し念を入れながら、えー、銀行に対してアクションを起こしていくというこんな順番になっていきます。そして これはまあ見てれば物件の,そのホームページとかの写真とかそういう送られてきた書類とかを見てればあ自分以外にいないなっていうのはなんとなく分かるようになってきます。で、えー、もう一個の方はですね相手を売り急いでなきゃいけないわけですね。あのー、1億円で売ってますと、えー、7000万円で買います。えー、いやこれを1億円で売れる人が出てくるまで、あのー、私待ってますんで、まあ、どうぞお引き取りくださいって、まあ、こうなるわけですよね。 じゃあどういう時う売り急いでるのかってねあの例えば相続もうあのこの所有者の方がもう,すもう少しでお亡くなりになりそうなんで早く相続の対策をしないとその息子さんたちに物件っていうのはね分けてあの与えることができませんので、ね、相続の最大の揉め事はこれ不動産です。 お分けて途中分割したりするとそれを今度売る時に大変なことになりますからねあと1あつの物件を共同で何人も所有してると全員の合意を得なきゃいけないのでこれ簡単に売ったり、ね、あのできなくなっちゃうわけでこれとんでもないマイナスなので、まあ、通常しませんまあ,あのどうしてもねあの相続で揉めでしている方もいますけどもね登記簿とかいっぱい見てるとうわこれあの何人でも持ってんだみたいなそんな物件もありますけれども、まあ、相続そのためには一番いいのはですねやっぱり あのお亡くなりになった方がですねそのお子さんとかにこう揉め事を起こさないっていう観点で言うとそれ現金化して均等分配っていうのがやっぱり一番いいですし現金化してないとこの相続税が払えないっていうのがあるんです。だから物件を10個、20個持ってる方は3つくらいこう売って相続税用のお金を作ってそれでまあ物件を分けた上でみたいなそういうパターンもあります。だから相続っていうタイミングで あとはですねあの自分で別途事業をしてるんだけれどもどうしても今資金が必要になってこの物件をなんかいくつか売らなきゃいけないとかですねそれとかもう,あのもう自分は地方に10棟20棟30棟持ってるんだと持ってるんだけど、うん、だんだんその管理が大変になってきたので都心に集約して資産性の高いものにしたりこれあの不動産の自分のフェーズによってまた変わってくるわけですよ。その自分の と同じ観点であのお金を見ている人が売買のその相手だと思わないでください。あの1等目は買う人はこれ2000万円が高いとかと思ってますけれども、あのもう何十トン持ってる人は2000万円くらい安くてもまあ今売れるんだったらいいか、そんな感覚ですからね。まあもちろんあのそれはお金なのであの大切にしてるんですけれども。ということで、でですねでこれはあの相手が誰だかわからないので、相手がどういう状況なのかわからないので、事前に。 察知するこことととできませんというはは方法は一つです数打ち当たるつまりあのこれは自分以外に共済っていないんだろうなーっていう物件に対していくつかあの資料請求をやっていって、まあ、実際見たりそれであの不動産あの元付けの方ですね元付けの会社の方の情報が入ってきたらこういうね、えー、事情で少し安くなりそうですとかここまでだったら行けますとか、まあ、そういう情報入ってきたりしますけれども。 要は、いくつかやってみないと、ね、これ、自分以外に家賃がていないなとかね売り、思ってても全然売り急いでなければ、まあ、それで自分の思った値段では買えないわけですよ。また、登記簿を見るとですね、えー、いくらまでその物件が下がる可能性があるのかっていうのを判定する方法もありますので、まあ、そういうのを判定しながら、自分、 の思っている金額以下で買えないのであれば、もう最初からそういうのはあの除外するっていうのも有効な選択になりますね。まあ、この2つの条件、この2つの条件のうち、2個目についてはこれは運です。運なので、もういくつか数ちゃ当たんないきゃいけないです。で、それ以外に方法はないというふうに思っています。 で逆に言うと、それさえすれば誰でもそういう物件を探して実際に数千万物件を安く買うことが可能になるということですね、数千万最初から安かったら、もうほとんど買ってますよね、あの <laughs> まあそ自分で計算すれば分かりますけれども、あのね、自分で買ってますし、まあ、ローンもおりやすいですね、つまり大きな勝負ができるということになりますね、割安に買うということは。で、ローンもその少ないので、損益分岐点も下がりますよね。 あということはそのいろんなチャレンジができますしこうキャッシュフローも増えるってすべてがこの買い値で決まっているということなんです不動産のこれはまあ以前の動画でも話しましたけども大切なところなんで今もう一度説明いたしましたそして物件を見るときの情報これ、ね、いっぱいありますいっぱいありますが細かいところは自分で本を買っていろんな本をもう100冊くらい読んでください、まあ、大変だったらあのこれかなーってなんとなく23冊買ってくださいで物件の選び方とかってありますんで でももう一言だけ言います。もうこれ以外見なくていいです。地域と平米数。これ変えられないもの。まあ、あとは1等ものの場合はその部屋の数ですよね。これ変わりません。駐車場とかね。えーっとまあ、内装とか部屋の見た目とかあのスペックとかっていうのは変えられますけれども地域、ね、まあ、その土地、ね、隣の家の敷地にちょっと建てたいんですってこれ建てられませんからもう地域、ね、そこの場所、駅からの距離とかこれ変わりません。 で平ベース、まあ、1部屋あたりの,、ね、あの間取りとかも、まあ、変えてもいいですけど、まあ、リフォームに相当なお金がかかりますので何年かかって回収するんだということになりますので、まあ、基本変えられません。ということで,でし,しかも部屋を借りる人っていうのはこの2つで見るんですねまず最初に地域を選びますよねあの東京に住みたいと思っているのに沖縄の物件見出しませんよね。 で地域を選んで、しかもここだっていうのがもうその何々線とかでう大体なんかもう決まってるわけですよ。私、下北沢に住みたいとかですね。それかあの東京まで40分のところに住みたいとか、こう決まってるわけです。で、その上で、で、大体の場合は、ざーっとこう広く探す人もいますけども、大体ね、あの場所は決まってる人が多いんです。あの例えば、実家との中間点がここだとかですねあの。親戚がここに住んでるからサポート受けやすいとか。で、だから何々市駅地かみたいな。 でもう今、地方だと、ね、もう駅地下も関係ありませんからね、みんな1人車1台の時代なので,で駐車場があるかどうかの方が重要だったりします。で、まあ、地域と平米数、平米数っていうのも部屋の広さですよね、でこれも変わらないので、もうこの地域でこの平米数だったらいくらっていうので、賃料は決まってます。そのほのあの台所がいいとか、最新設備だっていうのは、はっきり言って好き嫌いなので。 あのもちろんいいところが高くなってるんですけれどもその平米数で大体いくらっていうのも決まってるんですねでそれを基準にスペックがいいから高いとか、ね、あの新しい新築だから高いとかいやそういうふうに家賃が決まってるわけですなのでこの平米数と地域これだけで、まあ、見ていいですあとは自分がどれだけのスペックをそこに盛り込むかで部屋さえねあるいは あの自分の望む広さがあればあとはその中を自分でどう改造していくのかこう住んでいく人のねあのソファを置いたりとかベッドを置いたりとか自由なんでただやっぱり20平米以下だとですねもうベッドも正直置けません今の感じだと20平米以下をや対て,てやめた方がいいと私は思いますし、まあ、25平米以下も厳しいですねあの1人しか住めないっていうそういう規制がかかってる部屋も多いですし で35平米以上くらいだとあの2人以上かとか、まあ歌ってるオーナーさんもいますけどもこれからあなたがオーナーになるわけですから何人住んでもいいですよって決めるのはあなたになります。で要は周りの周辺住民とのトラブルとかを考慮してですね自分で決めて、まあ、2人って言ってても3人住みたいんですけどみたいな申し込みが入ってきてもあいいですよって言えばそれ,でおそれがオーナーの権限ですからねあの問題ありません。 で逆にそういう周りにない物件っていうのを提供することによってよりあの入居者さんから選ばれる正確に言うとその地域に価値を提供できるわけですね価値を提供した分だけあのお金が入ってくるってそういう風になりますはいで最後物件の種類なんですけれどもまあ区分マンションとかねワンルームとかあの一戸建てとかありますけども私は遠物 遠物以外はもうおすすめいたしませんで区分マンションなんかは銀行から見てもね資産としては見なされないですし、これ、ローンを完済し終わった時にはあの資産として見なされますけど、それいくらで売れるんですかっていう、もうはっきり言ってあの札束のようにその物件が見られてますからね。で区分マンションとかそういうのを、まあ、要は1人しか入れないようなところですね、あの1人というかまあ 1, 1個世帯しか入れないようなところは、銀行から見てこれは正直、負債として見なされています。 つまり、あなたの労働力で返済するんでしょっていうそういう前提ですね。で、遠物でしっかりじゃんじゃん稼いでるところであれば、それは収益物件ですねっていうふうに銀行も見てくれます。まあ、そこににさらにね、あのー 借地上記に上あの資産性とか土地値と建物の値段とか方式で見てこれがあの積算価格ですなんていうふうに言ってそれでしか見てくれないところもありますけれどもしっかり稼いでるところしっかり稼ぐっていうのはこれお小遣い稼ぎじゃなくて給料のように稼いでるっていうことですよで今回のこの動画では給料のようにあのもう1個物件を買うだけでそれが自分の給料の代わりになりますっていうそういうコンセプトのものそこに それをやりたいんですっていう人のためにお話ししていますので、まあこう、そういう人には、これ、区分マンションはね、同じ2000万円を、区分マンションだったらね、都内だったら2000万円とかね、1500万円とかでもありますけども、自分でリフォームして、リノベーションしてやるなんていうのもありますよ。ありますけれども、まあ結局、そこで、まあ、あの、10万円、都内でもね、行っても10万円とかね、こうどんなによくしてもまあ20万円とかね、まあ新築 3LDK とかだったら40万とかありますけど、まあ,それあ,のま,あまあいい場所ですよね。 今回の,その1億円の投資を7000万円とかの新築マンションに投入するのはもったいないので、えっと、どうせやるんだったらこう収益性の高い、まあ、同じ2000万円をつぎ込むのでも、まあ、例えば4部屋とか6部屋ある物件であればまあ1部屋ね5万円であれば6部屋あれば5630で30万円稼ぎますので。 あのね、2,000万円の投資に対して30万円か毎月返ってくるのか30万円だったら、ね、年間まあ400万円くらいになるかもしれないですけれども、まあ、そしたら4520で、うん、だから利回り20%くらいになりますねそういう物件を狙っていくわけです。まあ、2,000万円じゃなくてもそれがねあのもっとあの5,000万円とか1億円とかになっていけばそ,のそれに見,見合う利回りの物件になる。これがです、ね、クブマンンションとか 戸建てだとなかなかかそうはいきません戸、まあ、建ては小建てでねあのまたメリットはあるんですけれどもねあのあの庭とか周辺の掃除をあの入居者がやってくれるとかですねで,くでもやっぱり遠物です遠物以外は今回はあのご紹介というかあの説明していかないという感じで進めていきたいと思いますそれではあの不動産の投資購入編のまずイントロ一番大きなところについて、えー、説明いたしました。で 次からはそのネタごとにですねちっちゃいあのその他の短編動画で徐々に説明していっていきたいと思いますそれではまずはこの動画を見て上から順番に見ていって大きなところから見ていきましょうそして宿題をやりましょうそれではここで終わりたいと思いますイエーイ